はい、そして2番。で、これらの理由を、なんだかねてというか、まあ、こうしてリペアやってるわけじゃないですか。リペアで、状態が、この、付け加えると、結構自信がある根拠って言ったらなんか変な言い方ですけど、まあ、緩める根拠として、おすすめって言い方になんかこの、毎回このなんて言えばいいんだろうって言葉でしょっちゅう詰まってて申し訳ないんですけど、なんて言えばいいんだろう。緩めた方がいいですよ。なぜならっていう理由として、リペアで状態が悪い笑うセールスマンすいません、なんかしょうもないですね悪い。状態が悪いギターを持ち込む人の共通点。なんて書けばいいんだろう。共通点、弦を緩めてないっていう感じですね。状態が悪いギターがまあ日々持ち込まれてくるわけですよ。まあそれを直すのがリペアマンですから、そこは全然お構いなくっていうか、うちってまあリペアショップって基本的に病院みたいなもんなんで、例えば病院って用がないと来ないじゃないですか。お腹痛くなって初めて来るとこですから、それを責める人がいるらしいんですよ。リペアショップに。まあ別に他店を悪口言うわけじゃないですけど、言われたって人もやっぱ中にはいるんですよね。それで、他のお店はないかなって探してうちに行き着いた人も結構何人か知ってて、なんでこうなるまで放っておいたんですかみたいに言われたりする人がいたんですよ。だって、ね、状態、だって普通知らないじゃないですか、そんなに状態がこれがいいのか悪いのかとか、で、トラブルが起きたからこうして来るわけじゃないですか、それを怒られてもしょうがないですよね。だって分かんないですしね、知っててやってたんだったらなんかもう、驚きはしないっていうか、うちとしてはまあそんなもんって思ってますから、基本的にも怒ったりとかは絶対ないですよね。まあ、壊れたりとか、悪い状態で来る方がむしろ普通ですからね。まあまあ、それはいいとして。で、持ってくる人が、まあ、状態が悪いって、まあ、こうやってチェックしてわかるじゃないですか。普段ってどうされてますかって言って、状態が悪い人の、なんて書こうかな。8割、9割って書きましょうか。だいたいそれぐらいですね。8割、9割方、ネック状態が悪くなってる人は、全員がもうほぼ弦を緩めてないですね。の人が弦を緩めてない。弦を緩めないとどうなるかっていうと、例えば、まあ、普通に多いのが大きく順反りですよね。大きく振りかぶってみたいな漫画ありますよね。はい、どうでもいいですね。大きく今、振りかぶってのせいで、今、なんて書こうとしたんだって、すごい今、あたふたしてますね。大きく順反り。で、ねじれ。ですね。大きく順反ると、まあ、単純にトラスロッドが効くんだったら、まあ、どうにかして直すことができるんですよ。まあ、反った分はトラスロッド効かせて戻せるっちゃ戻せるんですけど、ねじれになってくるとちょっと複雑ですよね。例えばその大きく順反りって、まあ、1弦が、まあ、ざっくり言うと、1弦側と6弦側が均等に順反ってたら、単純にトラスロッド、まあ、ちょっと詳しく言うとトラスロッドが、綺麗にこのネックの反りを直してくれるわけではないので、そこはちょっともう大ざっくりの言い方ですけど、1弦側、6弦側の反りが、まあ、比較的均等だったら、とりあえずトラスロッドをその分大きく効かせれば、どうにか戻せるんですよ。なんとトラスロッドがちゃんと効く前提ですけどね。ねじれに関しては1弦とか6弦とかのその反り方が違うから、トラスロッドを効かせても、そのまっすぐになるところとまっすぐにならないところが起こっちゃって、そこで弦高高かったり、音が詰まったりとかしてくるんですよ。ねじれになってくると、もうすり合わせで修正するか、あまりにもひどいようだったらもうフレット抜いて指板を削ってって、まあ結局はフレット交換ですよね。大掛かりなこの料金になっちゃうんですよ。だねじれがちょっとこの、でかいですよね。特にベースはそうですよね。ギターでねじれる、あるんですけど、やっぱベースの方が張力強いですから、基本的にベースが重症になりやすいですね。で、なんかあるかな。根拠としてはこんな感じなんですけど、で、3番、その追加要素というか、じゃあ単純に緩めればいいのかっていうと、これがまたちょっと、こんなこと言って緩めないギターもあるんだよって話するんですけど、なんだそれって話するんですけど、そこは詳しく最後まで聞いてくださいね。なんかこいつギター緩めるって言ってたくせに急に緩めないでいいとかって言い始めたぜみたいなこと言って叩かないでくださいね。そこは最後まで言ってから叩いてくださいね。緩めないでいいと思うパターン。ちょっとなんか今言葉詰まってたじゃないですか。多分言い忘れてるのがあるんですよ。後から、これ言い忘れてました。すいません。追加しますねってあるかもしんないんで、ちょっとここはなんか忘れてるかもしんないってことで、ちょっとこの辺は覚えててほしいですね。追加要素があると思います。すいませんね。もう毎回ノープランだから今考えながら話してるんですよ。緩まないでいいパターンっていうのが確かにあるんですよ。弦が緩めないでいいっていう、それも正しいって思うのも中にはありますね。それを今から説明するんですけど、自分が、この場合は緩めない方がいいですねっていうことですね。緩めないでいいっていうのに当てはまるもの。例えば、トラスロッドが、0%って言ったんですが、100% 効く状態って書けばいいですかね。100% 効く、いわゆる逆反りを直せない状態を直せない状態。どういうことかっていうと、トラスロッドが、例えばワンウェイトラスロッド、ツーウェイっていう、いわゆる両利きトラスロッドは別にどうでもいいんですよ。逆反ったら、反時計回りに回せば、順反ってきますから、逆反りを直せるんですけど、いわゆるフェンダーとかギブソンとかに入ってるワンウェイトラスロッド、いわゆる逆反り方向にしか動かせないトラスロッドっていうのは、逆反っちゃうと直せないんですよ。大体のギターってほぼ9割方順反るんですけどね、弦の力が張ってる方向にやっぱ切ってよじれてってきますから、大体逆反るパターンってあんまりないんですけどね。で、万が一逆反った時に直せなくなっちゃうとさすがに困るんですよ。で、その緩めないでいいなって思うのは、いわゆるトラスロッドがもうネジすら噛んでないゆるゆるの状態でどまっすぐだったり、いわゆる逆反ったらもうアウトみたいな状態の時は張ってた方がいいですよね。そういう場合は、なるべくってわけじゃないけど、多少順反ってロッドで多少効かせた状態で、なんですかね、逆反った時にも直せる状態にある状態が一応理想ですよね。万が一逆反った時に、このトラスロッドを 100% 効いてるゆるゆるの状態だと、逆反った時にいくら左に回してもそのナットが緩むだけなので直せないんですよ。両利きは別ですけどね、両利きは普通にまた反時計回りましたら直るので、こういう状態の時は基本的にはもう張ったままにして、とりあえず、順反ったら順反ったで、とりあえず締めて、多少余りができるようにしてた方がいいですね。でも、そのパターンが一番っていうか、自分の中で緩めないでいいって思うパターンとしてはもうこれぐらいですね。なんか言い忘れてるかな？今なんか、すごい話そうと思ったんだけど、ど忘れしてて。なんだろう、これだけで終わりだったっけって今すごい悩んでるんですけど、なんか、大事なことめっちゃ忘れてる気がするんですけど、思い出した時にまた追加しますね。いつになったらちゃんと話すこと決めて話すべき、それは今からでもできますけど、大体そういう時こそうまく喋れないから、ノープランで話した方が結構うまく喋れるんですよね。まあまあそこはもうご愛嬌ということで。で、なんか忘れてる気がすんな。まあいいや。で、緩めた方がいいっていう時の、緩めた方がいい時の対処法って言った方がいいのかな。緩めた方がいいと判断された方がいいかな。例えば、